玉川徹の炎上拡大デマ拡散も本人は謝罪せず逃亡先日テレビ朝日のモーニングショーにおいて玉川徹さんが大阪箕面市の箕面大滝についてトンネル工事で滝が枯れたと10年以上前のデマを改めて拡散してしまいましたこのデマ拡散に対し箕面市が激怒しており モーーニングショーの中で女性アナウンサーが謝罪しておりましたが玉川さん自身は謝罪もせず発言を撤回もせず逃げてしまいました美濃氏はこの出前被害を受け10年以上も前から公金を税金を使い風評被害の払拭に努めてきていたにもかかわらず また、モーニングショーがデマを拡散したことによって、振り出しに戻ってしまいました。あの、リコールされたファンヒーターの CM ではございませんが、テレビ朝日には、この、美濃大滝のデマについて、テレビ朝日の放送内で繰り返しトンネル工事によって、 先が枯れた事実はないとデマを否定していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。